新潟市中央区のホテルで何かを考えるように料理を口にしてシェフと言葉を交わすこちらの男性。こっちの肉の方が柔らかい気がする。ホテルの関係者ではなく、新潟大学歯学部の井上誠学部長です。この日行われていたのはバリアフリーお食事会に向けた準備。バリアフリーお食事会とは、摂食嚥下障害がある人にも家族と気兼ねなく外食を楽しむ機会を持ってもらおうと、新潟大学歯学部を中心とした実行委員会が行っているものです。もともとは親御さんの会であるとか特別支援学校の先生方が中心になって始めた食事会でした。参加者の何名かは我々の外来の患者さんでもあったし、一緒にですね参加させていただいて、どういうことが実際問題でどんなふうに楽しんでいるかっていうのを、見ようというのがきっかけでした。このバリアフリーお食事会で提供されるのが、飲み込みや咀嚼などに障害がある人でも食べられるように形や硬さなどを調節した特別食です。これまでの特別食は誤嚥や窒息などのリスクは避けられた一方で、大きな課題がありました。喉に残りにくいし、誤嚥もしにくいし、安全に食べれるというものなんですけども、これ決してですね、美味しくはないんですね。その課題解決に協力しているのがホテルのシェフたちです。障害者の方が同じ味のものを一緒に食べて、空間も一緒に楽しんで喜んでいただけたら。バリアフリーお食事会で提供されるのは本格フレンチのフルコース。今日のオードブルはこのマルエサーモンのマリネ、ズッキーニとカリフラワーのムース、こういう原型のスタイルなんですけど、これをだんだん刻んだりミキサーかけたりして裏ごしたりして、食事は噛む力を基準にして、もともとの普通食から細かく刻んだ後期食、舌で押しつぶせるくらいの硬さの中期食、ペースト状の初期食、そして液体状の注入食と、一つのメニューで5段階の料理を作ります。軽度が進むことによって原型がだんだんとどめなくなってくるので、より最初の食事と同じ形に仕上げるように考えて、工夫して作ってます。材料へのこだわりはもちろん、フランス料理の技法を使い、できるだけ普通の食事に近い食感や色合いを残すよう工夫を凝らしています。この日行われた試食会では、県内の特別支援学校や新潟大学歯学部の関係者などが集まり、味や食べやすさなどを確認していきました。中期食のサーモンですね、マリネ、これちょっと柔らかくて良かったんですけども、私は気になったのは結構ベタつくなった牛肉の煮込みがやっぱ筋張っていてしまって、ちょっと初期のペースト食のお母さんたちには難しいかなっていうのは。参加者たちが心から料理を楽しめるように、およそ20分間さまざまな指摘が飛び交いました。子どもたちが安全に、そしておいしく食べている姿を、想像しながら、そしてお母さんたちと一緒に楽しくいい時間を過ごせればいいな。コロナもようやく収まって、外に出る機会もあって、こうちょっとおしゃれしておいしいものをこう食べに来る素敵な一日になるといいなとは思います。試食会で多くの注文を受けたシェフたち、当日に向け気合が入ります。今言われたことをもう一回試行錯誤して、実際調理してみて、自分で食べてみて、クオリティの高いものを当日お客様に提供できるように頑張りたいと思います。そして迎えた食事会当日。早速食事会の方を開催させていただきます。新型コロナウイルスの影響で開催は実に4年ぶり。この日は開催を待ちわびていた16家族45人が出席しました。これらムースのところね、あら素敵、身内からいろんな味がするのに久しぶりだもんね、何年ぶりだね。
この日のメニューはノルウェーサーモンマリネのレモン風味にビーフシチューと和牛入りハンバーグの盛り合わせなどのフルコース。参加者たちは終始笑顔で特別な外食の時間を楽しんでいました。初めてこういう料理をミキサー食でいただいたので喜び方がすごいです。なかなかないのでまたやりたいなって思いました。身を乗り出してもう食べる気満々で私の方までこう、ね、指をさしてちょうだいみたいな、あの来てよかったです。家族も構えてしまってなかなか出れなくなるんですけど、こういったあの場がどんどん増えてくれることを願っています。この日のために試作を重ねたシェフも多くの笑顔が広がり一安心の様子。皆様の笑顔が見れて本当に嬉しく思います。終わってみてあのやってよかったなっていうふうに実感ですね。大成功を収めたバリアフリーお食事会ですが、この特別な一日が当たり前になるように、関係者は次の目標に向けて動き始めています。今後はこの食事会の継続だけではなくてですね、より多くの機会、より多くの場所でですね、よりたくさんの方を巻き込んでですね、試食会、試作会、そして多くの場所の提供というのを可能にするような取り組みを考えております。誰でも気兼ねなく家族と共に外食が楽しめる世の中へ、この取り組みが広がっていくことが期待されます。